はい、ということで、はい、今日は特別講師にゴリケン先生が出演してくださるので、はいはい、最後お礼にね、今日一日ありがとうございましたっていう、色紙にメッセージをみんなでね、書きましょう。はい。見開き2英語以上じゃん。じゃこれに、こっちにとじゃ。ゴリさんの絵と、ありがとうっていうのをパパが書いたらいい。ゴリさんありがとう。これ絵に絵を描いて、ここに絵。ゴリさんの絵を。こっちに、ゴリさんの絵を。ゴリ。そう。ゴリさん。ゴリラ。ゴリラの絵を描いて。私はプリタの絵。あ、ドラえもんがいい。うん。ゴリさんと、な、コラボさせてな。ちゃんと。ゴリさんをイメージして描いてよ。いいよ、いいよ。いいよ、エイグもいいよ。おー、いいね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 。顔描いて。あれ同じ。そう見えてんのかな。ゴリさんはこう見えてんのやな。ドラえもん。あ、でもゴリさん、ちょっとエリシー特徴掴んでるで。うん、うまいうまい。ドラえもん作った。うん、ゴリさんとドラえもんのコラボやな。かわいいね。一緒の絵描くな。ゴリさん、角が生えてる。ゴリさん、なんか。いや、ドラえもん。大丈夫これ。ドラえもん。いい。いいね。色変える？色変える？色変える？あ、キャップ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 して。キャップして。キャップ。でもこうやって見てもやっぱ大きい小さいって、ダイナミックか、ゴージャスか。出るよね。出るよね。あ、いいよ。いいよ。それね。オッケー。ゴリさんこれ。ゴリさん嘘よ。いいよ、いいよ。な。ゴリさん。ゴリさん、ドラえもん僕なりよんけど。ドラえもん描くって言ってたもん。鈴は、ゴリさん、あ、鈴、持たせる、持たせる。ゴリさんには、鈴持たせる。もうしっかり。な。ちょっとなんか派手な感じがイメージしてる。そうよー。そうよいろんな色使ってもいいよー。いいよー、いろんな色使ってもいいよ、ゴリさん。届いてるかな？うん。かわいい。ゴリさんめっちゃかわいいな。ゴリさん。ゴリさんはピンク色やる。そう、ゴリさんはピンク色やな。どうなんや。イメージ。ペロも描こう。え？ゴリさん、大阪におる何度かの塔。あれですよ、ね。なんかこう、こんな。ねえ、見んで。あ、これ、ペペさんとユウくんも描きよんじゃん。ゴリパラ見すぎてから、あれやない。うまいうまい。うまいな。それ誰ゆうくんペペさんアリエル。アリエル関係あるアリエルがコラボしたアリエル。ゴリさんとアリエルのコラボやん。やばー。アリエルはピンク？じゃあ、イトちゃん一緒にならありがとうって上に書こう。よかった。うん。一緒ですね。せーの。ゴリさん。うまい。ねえ。で、エリ君もここ、ありがとうって書いて。ゴリさん。エリ君はな、ゴリさん。ね。待て待て。あ、もう見。ここね。いい音やらんで。ちょっと待って。もうずらしてやん、パパのせいに。もうなんで、ずらしと、見て。ごめん。ずらしと、見て。ちょっと待って、待って、待って。もう一回。じゃあ、パパのことに関しては、なら、下に、なら、ゴリさんありがとうって書こう。はい、ということで、完成しました。こちらです。じゃじゃーん。かわいい。すごいね。じゃあ、表紙にパパ書いてもらおうかな。表紙は任せてください。パパもゴリさんの絵描いてる。そうね。はい、完成しました。はい、はい、ということで、こちらは縄跳び企画の最後にゴリさんにね、感謝の気持ち込めて私はと思います。はい、はい、無事できましたね。エリ君、ゴリさんに渡すとき、ゴリさん、ありがとう。これ、ナッチョにしようみたいな、ね、ナッチョね。ナッチョね。はーい。よし。じゃあ、行きましょうかね。行きましょう。はい。どえさあ、ということで、公園に来ました。はい。早速ね、やる気満々でございます。触りだけじゃ。もう、全然、もう、ないよ。私できるよ。やって、やって、やって、イトちゃん。イトちゃんできたらもう。